吉田さん、尾崎紅葉ですか。いや、いいとこ出ましたね。島崎藤村とか、あんな感じですよね。双葉亭主名とか。はい。で、やっぱりね、お金を稼がないと分かんないことって結構あって、今私手元にね、現金で100万円あるんですけども、100万円ある時と、お金があんまり財布に入ってない時って、やっぱね、今はあんまり感じないです。クレジットカード使って買い物するんで、PayPayとか使ってるんで。でも現金があった方が、なんかあんまり焦りはないかなと思いますよね。でも、お金が全くない時って、ちょっと出費があったらもうマイナスなんですよね。で、錯覚に陥るのは、クレジットカードのキャッシング額も自分のお金だっていう風な錯覚に陥っちゃうんですよ。でもあれって借金じゃないですか。しかも、氷回りの。だからこういう風に判断力を失って、借金地獄に入っていくんだろうなと思いますよね。で、今回のちょっと名言なんですけども、松本零士さんのね、宇宙戦艦ヤマトとか銀河鉄道999の松本零士さんの名言で、時間は夢を裏切らないっていうのがあるんですよ。で、これは永遠の生命とかね、永遠に青春を旅する、そういったテーマの松本零士作品の中には結構ね、いい言葉なんですよ。時間は夢を裏切らないと、時間さえあればどんな夢も叶うってことなんですよね。でも残念ながら私たちは有限の寿命を持ってます。どんなに大きな夢を持っていても、どんなに小さな夢だろうと、時間っていう制約の前には本当に脆いんですよね。だから急がなくちゃいけない。急がなくちゃいけないのに、まだ始めてない。で、それほど難しい夢を叶えようとしてるのかって、そうでもないですよね。つましく暮らしたい。それが叶わないわけでしょ。で、私は今ね、こうやって、この暮らしをしてきて思います。確かに麻雀店をオープンした時と、もうズブズブになった時と気持ちは全く違います。もうどっちかというと自暴自棄で、やれやったりやんなりましたね。でも始めた時は、ここで人生をやり直そうと、きっちり行こうと思ったんですよ。でも現実はなかなかね、意欲通りにいかなかった。まさに、人の信念っていうのは、当てにならないんですよ。強く思っただけで叶うんだったら、そんなにね、楽なことはないんですよ。ただ、少なくとも言えることは、強く思わなければ、叶うことはないなってことなんですよ。強く思うだけではダメなんですけどね。で、今私がこの立場になって分かるのは、人は変わるし、頑張ればできるなっていうことなんですよ。どうしても先天的には無理な人っていると思いますけども、でも大抵の人はね、方程式通りに物事を進めると、ビジネスなんて結局結果出るんですよ。その方程式をやらずに、一足飛び行こうと思ったりとかね、側近ビジネスみたいな奇策を探すから、傷を深くするんですよね。いや、基本的なことをやった方がいいと思います。まあ、コツコツをやるって言ったら漠然としてますけども、商品作って集客をして売る。この3つ以外は別にやらなくてもいいと思いますよ。じゃないですかね。まあ、時間は夢を裏切らない、いい言葉だと思うんですけどもね。じゃあ、いってらっしゃい。